もういいのか。始めるぞ。ごきげんよう。我が輩の名はモルガナだ。来る10月31日に発売が決まったペルソナ5ザ・ロイヤルの最新情報、お前らも知りたいよな。なんと今回我が輩がアトラスからお宝映像を華麗に頂戴してきたぜ。でもどんな内容か我が輩もまだ見てねえんだ。今時人間は動画配信ってやつでこの手の情報を世の中に出すんだろ。なら我が輩もやってやるかってことでついに始めることにしたぜ。その名もモルガナ通信だ。我が輩が華麗に頂戴した各種お宝映像をみんなと一緒に見てみる番組、モルガナ通信、いよいよスタートだぜ。んじゃ早速最初の映像を紹介だ。P5R のここがロイヤル、新たなストーリー。やめて。見慣れない顔だな。囚人学園の生徒みたいだが。あの、さっきはありがとうございました。私1年なんです。怪盗服だと。まさかこいつペルソナ使いなのか。はい。うん、誰だこの男。アンドルト。ありがとう。カウンセリング受ける気になってくれて。こんなシーン見たことないぜ。学園生活もさらに充実しそうだな。アンドナの派手着姿だと。にゃっはー、最高だぜ。ってことは正月から先もあるってことか。の我が輩だと。それに双葉の隣にいるのは。新たなストーリーにキャラクターめちゃくちゃ楽しみじゃねえか。これはまだまだ探る必要がありそうだな。さーて、我が輩が頂戴した映像はまだあるぜ。お次は超パワーアップした学生&怪盗ライフだ。P5R のここがロイヤル、超パワーアップした学生&怪盗ライフ。お、行けるところが増えんのか。へえ、吉祥寺か。何ができんだろうな。ダーツ、ビリヤードだと。大人の世界にデビューだな。水族館もあんのかよ。寿司がいっぱいな。おお、仲間から写真も届くのか。まさかこの二人とも出かけられるのか。無事に済むのかよそれ。なんだ、なんかヤバそうな雰囲気がするぜ。なるほどな、敵も変わってるってわけか。うわ、なんだよあいつ急に。おお、お宝か。いや、ちょっと違うな。あ、映像はここまでか。こっちも新たな要素満載で楽しめそうだぜ。こりゃみんなで作戦会議しないとな。新たな情報を入手したらまたここで公開するから楽しみにしとけよ。今回我が輩が頂戴してきた映像は以上だ。気になる情報ばっかだったが、まだまだ謎だらけだぜ。我が輩またアトラスに潜入してくるから、
楽しみに待っててくれよな。今回の我が輩の記念すべき初配信はこっそり YouTube のアトラス公式チャンネルにアップしとくぜ。チャンネル登録してやってくれよな。というわけで今回のモルガナ通信はここまでだ。プレイステーション4ペルソナ5ザ・ロイヤルは2019年10月31日発売。予約受付中だ。よろしくな。